コペルニクスの原理、あるいは平凡の原理とは、この世界に特別な観測者は存在しないとする自然科学における根本的な仮説の一つである。16世紀に太陽中心説を唱え、プトレマイオスの宇宙観が覆されるパラダイムシフトの唇を切ったニコラウス・コペルニクスにちなんで名付けられた。ニコラウス・コペルニクス原理の骨格は、最優原理、すなわち、 現実の標本は、確率最大のものが実現したとする統計学上の過程と同じである。この前提に立つと、ある事物が特別で、特権的で、例外的で、重要であると仮定するよりも、一般的、平均的、典型的、平凡であると仮定する方が外然性が高い、と考えられる。宇宙論において導入された原理であるが、より一般化されて、 宇宙生物学、哲学、論理学において人間の位置づけを議論する際にも用いられる。この原理の下では太陽も地球も宇宙の中心ではなく、それどころか宇宙に特別な場所は存在しない。人間もまた宇宙において特別な存在ではなく、生命や知性の存在は普遍的であると予測される。コペルニクスの原理という呼び名は数学者。 物理学者のヘルマン・ボンディが20世紀半ばに命名したとされる。しかし、その概念自体の起源は17世紀に地動説が天動説より優勢となった時まで遡る。コペルニクスの太陽中心説コペルニクスは地球ではなく太陽が中心にあり、地球を含む惑星がその周りを公転していると仮定すると惑星の運動がよく説明できると主張。 惑星の逆光は地球が太陽の周りを回っていることによる見かけ上の現象であると論じ、太陽中心説を唱えた。コペルニクス自身は単純に天動説の技術的な弱点、特に惑星位置の予報誤差に不満を持って太陽中心説を導き出したのであって、この原理を信じたから考察したわけではない。コペルニクスの太陽中心説は地球を クトレマイオスの宇宙間における宇宙の中心の地位から引きずり下ろしたと言われるが、コペルニクス自身は、あるいは同時代の他の科学者、哲学者も、それを格下げとみなしていたわけではなかった。地球が宇宙の中心と考えられていたことを最悪のお点であるかのように考える科学者、哲学者もおり、例えば、ミシェル・ド・モンテーニは人間が世界の泥と糞にまみれ、 宇宙の最も悪い、最も正気のない、最も低い部分に最下層の天空から最も遠い住まいに釘付けにされていると表現し、ガリレオ・ガリレイは地球が世界の底に淀んでいる汚いカスではないことを示せし、星の回転の列に加わったと表した。なお、この原理を最初に明確に述べたのはジョルダーノ・ブルーノであるとされるが、ブルーノの宇宙観は 自然的なものであって、自然科学の理論として提唱されたものではなく、コペルニクスから現代宇宙論へ至る経譜とは、趣向が異なる。宇宙の進化。出展、NASA、WMAP サイエンスチーム WMAP が観測した宇宙マイクロ波背景放射。出展、NASA、WMAP サイエンスチーム宇宙論においては、コペルニクスの原理を仮定すると、地球から宇宙の どの方向を観測しても同じように見える場合、宇宙はどの地点であっても一様かつ東方的であるとする宇宙原理が導かれる。現実には宇宙では超銀河団や銀河フィラメント、超空洞といった東方的でも一様でもない構造が観測される。しかし、それよりもずっと大きい規模、およそ6から7億光年以上の単位で見た場合には、より東方的になり、 どこまでも大きい集団は存在しない。宇宙の地平線規模で見た際に、若い恒星の数、銀河団の数などといった地球からの距離に応じた系統的な変化も存在するが、これは地球が宇宙の中心にあって、宇宙の中心部と辺境で性質が異なることを意味しない。コペルニクスの原理に基づく解釈では、この系統的な変化は宇宙の進化によるものである。 遠方からの光は、それだけ長い時間をかけて観測者へと届くため、遠くの天体ほど宇宙初期に近い時代の姿を観測することになる。宇宙の地平線近くからの光は、観測されるまでに宇宙年齢に匹敵する時間がかかっており、宇宙初期の姿を示していると考えられる。観測できる最も遠方からの電磁波、つまり、 宇宙マイクロ波背景放射は極めて東方的である。現代宇宙論は宇宙原理が宇宙の地平線規模において完全でないにしろほぼ正しいことを前提としている。コペルニクスの原理は観測結果に照らし合わせて宇宙原理の妥当性を担保する必要最小限の過程である。ボンディとトーマス・ゴールドはコペルニクスの原理を時間にも適用し宇宙は 場所だけでなく、時間に関しても糖質性を保持するという、定常宇宙論に基づく、完全宇宙原理を提唱した。しかし、この考えは前述した宇宙の進化と矛盾するもので、ビッグバンとは全く異なる状態から宇宙が誕生、膨張し、将来もダークエネルギーの影響による、加速膨張が予測する未来とは全く異なる状態へ進むことになる。現在では、 CMB をはじめとする観測的証拠により、ビッグバン理論が標準的な宇宙論とされ、定常宇宙論は衰退している。標準的宇宙モデル、いわゆるラムダ、CDM モデルはコペルニクスの原理とそれを一般化した宇宙原理を前提として、観測結果ともよく合致するが、未解決の問題もある。これに対し、コペルニクスの原理、宇宙原理を仮定しない宇宙モデルを考える。 宇宙物理学者、理論物理学者もいて、観測結果に合うように、宇宙論パラメータを調整したり、標準的な理論と考えうる別の理論との相違点と、その検証方法について、試行錯誤している。代表的な例として、観測された宇宙の加速膨張と、宇宙定数の問題がある。ダークエネルギーへの対案として、宇宙は、 標準的な理論が予想するよりも非等法的で、我々は非常に巨大な低密度超空洞の中にいるとする仮説が提案されている。この理論が観測に合うようにすると、地球の位置はこの巨大超空洞の中心近くにある必要があり、コペルニクスの原理を真っ向から否定することになる。地球や人間を特別しないコペルニクスの原理は宇宙の構造や 環境の理由を知性を持つ観測者の存在に求める人間原理とは一見すると対極にある概念である。実際、強い人間原理の提唱者であるブランドン・カーターはコペルニクスの原理の行き過ぎにことを唱える形で人間原理を提案した。しかし、多元宇宙の過程の下では両者は同じ主張を別の視点から論じている場合がある。そして、カーター自身も 宇宙のアンサンブルとして多元宇宙を同時に考えている。例として知的生命が存在できる宇宙の環境は極めて稀であり、我々のいる宇宙はそうなるように物理定数が微調整されているかのように見えるという宇宙の微調整の問題を解くにあたって人間原理による解釈の上にコペルニクスの原理に基づく理論予想が試みられている。スティーブン・ワインバーグや アレクサンダー・ビレンケンが宇宙定数の予想にこの論法を適用し、一定の成果を上げている。どんなに特有で奇妙に思われるものも、実際には多数の中の一つであり、多分に平均的であるとする基本的な過程に基づけば、地球に生命が存在するということは、宇宙において地球のような惑星には生命が当たり前に存在し、 ひいては生命や知性がこの宇宙で普遍的に発生すると予想される。この過程は精一性原理、十万の原理とともに地球が一的生命体探査における暗黙の前提となっている。セッティ推進の立役者の一人であるカール・セーガンは私たちは何者なのか私たちはつまらない惑星の上に住んでいることを知った。この惑星は 平凡な恒星の周りを巡っており、その平凡な恒星、太陽は銀河の端の方の渦状の2本の腕の間にあり、その銀河はまばらに散らばって存在する数多くの銀河の一つであり、宇宙の中の忘れられた片隅に存在する。そして、その宇宙には人間の数よりももっと多くの銀河が存在すると述べるなど、しばしばその著書でこの原理に触れている。 コペルニクスの原理はしばしば現代的な思考をするかどうかの境目とされ、マイケル・ローワン・ロビンソンは、コペルニクス以後の時代においては、知識と理性的判断力さえあれば、地球が宇宙の中で特別な位置にあるとは思わないと強調している。リチャード・ボットは、コペルニクスの原理を応用し、ベーズの定理に基づく未来予測の方法を提案した。その予測方法とは、 以下のようなものである。無作為に選ばれた観測者が、ある事象を観測した場合に、その観測者が特別な観測者である可能性は小さい。そうすると、観測した時期は、その事象が始まってから終わるまでの間で、中間あたりにある可能性が大きく、始まったばかりや、週末間近というのはありそうにない。そこで、その事象が始まった時刻を飛び銀。 終わる時刻を、天度、観測した時刻を、トノとした時に、r イコールが0から1までの一様な乱数だとすると、r は95%の確率で0.025、r0.975 となる。これはつまり、天度トノが、との飛び銀の39分の1から39倍の範囲に収まることが、95%の確信度で言えるということである。ゴットはこれを、 デルタ T 論法と呼んだ。その一つの適用例として、ゴットは1969年にベルリンの壁を見たことを挙げ、壁の崩壊はその20年後だったことから、天度殿との飛び銀の2.5倍となって、信頼度95%の範囲に収まっているとした。また、人類の未来についても予測し、 ホモサピエンスの登場を20万年前とした場合、人類の種としての残りの寿命が5100年から780万年だと推定した。また、セティについても、ドレークの方程式の変数 L を同じ手法で予測することで、カルダシェフスケールの2型文明が銀河系内に、3型文明が宇宙の地平線内に存在することは期待できない、との見通しを述べた。ゴッドの推定は、 人類の寿命を予測していることから、いわゆる終末論法の一つともされる。物理学者デイビッド・ドイッチは、この原理は誤っていると主張する。この原理は、あらゆる種類の偏狂な誤解の中から、人間中心主義だけを特別な非難の対象として選び出しているので、平凡の原理自体が人間中心的であり、逆説的だとして、不信を表明。そして、 この原理に立脚するスティーブン・ホーキングとリチャード・ドーキンスの主張を引き合いに出して反論、宇宙における人間の重要性を説いている。コペルニクスの原理は証明されたわけではなく証明し得ないと感じられるものだが現代物理学の理論の多くで必須の前提条件とされている。宇宙論においてはコペルニクスの原理を仮定することでいくつもの優れた理論が成立してきた。 それらの理論はコペルニクスの原理そのものよりも具体化されており、数多くの検証も行われていて、それが間接的にコペルニクスの原理の検証にもなると考えられる。ハーシェルの宇宙。我々の宇宙は円盤のような扁平な構造下の星の集団であることを示している。コペルニクスの原理という言葉が作られる前から地球が宇宙の中で 特権的な地位にないことはたびたび示されてきた。コペルニクス革命によって地球は太陽を周回する多くの惑星の中の一つに過ぎないとされた。ウィリアム・ハーシェルは太陽系もまた円盤状の銀河系の中を動いていることを発見した。ハーロー・シャプレイは太陽系が銀河系の中心から大きく外れた辺境中域にあることを発見した。エドウィン・ハッブルは 銀河系も宇宙の中にある多数の銀河の一つであることを示した。銀河系の宇宙の中での位置や運動を研究することでビッグバン理論と現代宇宙論が成立した。最近行われた、あるいは現在行われている宇宙原理、コペルニクスの原理の検証には以下のようなものがある。コペルニクスの原理が成立する一応途方宇宙と代表的な対案である。 巨大長空洞宇宙を比較したものが多い。宇宙論的赤型変異の時間変化一応東方宇宙と東方非一応宇宙では赤型変異の時間変化の傾向が異なり赤型変異が大きい天体ほど両者の差は大きくなると予想されている。この赤型変異の時間変化は仮説に依存せずに直接観測によってデータを得ることができる。 アルコック・パチンスキー効果バリオン音響振動によって出現する大規模構造を用いて遠方宇宙に巨大な球形の天体があった場合宇宙膨張の影響によって見かけ上大延体になるアルコック・パチンスキー効果から状態方程式を求めることができるこれが他の手法で求めた状態方程式と食い違えば宇宙が一応東方であるとする過程が誤っている可能性がある 宇宙マイクロ波背景放射スペクトルの歪み巨大長空洞のような構造があったとすると CMB が観測者に届くまでにトムソン散乱を受けた場合その構造に起因するドップラー変異や重力波によるザックス・ボルフェ効果の非等法性によって CMB のスペクトルが国体副射スペクトルから歪められるこの歪み具合によっては一応東方でない宇宙が指示される 赤型変異距離指数関係距離指数を赤型変異の関数として表すと一応東方宇宙と巨大超空洞宇宙では型が異なる。データの数と精度が向上すればどちらの関数によく合うかが判断できる可能性がある。運動学的スニア F ゼルドビッチ効果スニア F ゼルドビッチ効果は銀河団に付随する高温プラズマによって CMB が逆コンプトン散乱を受けて歪む効果のことで、プラズマの熱運動によって生じる熱的精霊誌効果に対し、銀河団の運動によるドップラー効果で CMB が歪むのが運動学的精霊誌効果である。コペルニクスの原理が正しくないならば、運動学的精霊誌効果による CMB の歪みは非等法的になる。宇宙背景ニュートリノ宇宙背景ニュートリノは、 ビッグバン宇宙において非常に豊富に存在すると考えられる。CNB は一応東方宇宙と東方非一応宇宙とでは運動量、水密度の分布が異なると予想され、もし CNB を検出できればコペルニクスの原理の検証にもなるとみられる。積分ザックス・ボルフェ効果積分ザックス・ボルフェ効果は CNB の光子が観測者へ届くまでの間に 重力場の影響を受けて温度変化を起こすというもの。この温度揺らぎが赤型変異に対してどう変化するかが一応東方宇宙と巨大超空洞宇宙では異なる。ありがとうございます。